どうも、こんにちは。GT Max ガジェット V 豊です。今回紹介するのはね、こちら。AG の小粒マーク2ですね。GT Max。この AG の小粒マーク2は、3月8日に発売されたばかりの AG の新作完全ワイヤレスイヤホンです。価格は6980円と、まあお手軽な感じのね、価格で販売してますね。カラーバリエーションは7色。クリーム、スカイ、桜、黒、レモン、ミント、ネイビーの7色になります。僕はこのネイビーというのを買いましたね。マーク1とマーク2の差はどういう感じかというと、内部音響パーツを一新することによって、初代の小粒に比べて、音の透明感がアップしたと AG でアナウンスされてましたね。どんな感じか楽しみなんでね。早速開封してみましょう。それではこちら小粒マーク2をね、開封してみましょうね。開けるとこんな感じでね、紙が入ってるんで、どけると、こうやってね、イヤホンケースが出てきますね。取ってみましょう。イヤホンケースはこんな感じになります。で、開けると、こういう風にね、イヤホンが入ってますね。ケースなんですけど、これね、オリジナル表面加工、粉雪塗装というのが施されてまして、ザラザラしつつ、肌触りがいい感じの塗装になってますね。これ開けて、イヤホン取り出すと、これもね、この辺がね、粉雪加工になってるんで、面白いなと思って触ってますね。ただこれが耳入れた時にどういう風な感じになるかっていうのはちょっと気になるところですね。で、イヤホンの形ですが、これはまあパッと見はね、よくある空豆型ってやつですよね。で、同梱物ですが、まずケースとイヤホン、この中に USB ケーブル、タイプ A とタイプ C ですね。で、イヤーピースがこちら、予備が2種類入ってますね。で、イヤホンに1種類入ってるんで、合計3種類になります。このね、イヤホンのイヤーピースですが、親会社のファイナルというのが出してる完全ワイヤレスイヤホン用のイヤーピースなんですよね。その交換用のイヤーピースのモデルがタイプ E というモデルで、以前このチャンネルでも取り扱ったことあるんで、懐かしいなと思いながらレビューしてるんですけどね。タイプ E のね、特徴があるとしたらね、普通のイヤーピースよりもここ柔らかいっすね。素材が優しい感じするんで、耳の不快感っていうのは少なくて済むんじゃないかなと思ってね、そこは期待してますね。6980円で売ってるんですけど、このタイプ E だけでも980円するので、それ考えるとめちゃくちゃお買い得だなっていうふうに思いますね。このファイナルのタイプ E の紹介した動画がね、あるので、そちらもね、ご覧ください。よろしくお願いします。で、あとはご案内とか説明書ですね。同梱物は以上になります。それではスペックです。カナル型の完全ワイヤレスイヤホンで、ドライバーの情報はどこにもなかったのでわかりません。コンパクトでありながら、より高い装着性を実現するために、アジャストフィット機構を採用。またディープフィット設計により、小型でも耳にしっかりと装着できます。Bluetooth のバージョンは 5.2、対応コーデックは SBC、AAC、AptX。より安定した接続性能を発揮する独立前奏技術、Qualcomm True Wireless Mirroring に対応しています。マルチポイント接続対応。充電端子は USB Type-C。連続再生時間はイヤホン単体で5時間、ケース併用で20時間です。小型化している分、少し連続再生時間短くなってますね。防水性能は IPX4。音声アシスタント対応、片耳モードあり。ノイズキャンセリング、外音取り込みモード、ゲーミングモードには対応していません。タッチセンサーあり。操作はこちら。タッチセンサー無効モードもありますね。マイク搭載。肝心のマイクの音声はこちらになります。どうもこちら、GT Max ガジェット部豊です。今回は AG の小粒マーク2のマイクを使って話しています。音はどうでしょうか？チェックチェック、マイクのテスト中。それではこちら、AG の小粒マーク2を使ってみましょう。ピアリングの方法ですが、こちら一般的なやり方と一緒ですね。で、耳につけるとこんな感じです。粉雪塗装に関して言うとそんなに気にならないですね。あとディープフィット設計っていうのがあって、それがね、確かに奥までグッと入ってくるんで、安定感とか遮音性っていうのは高いんじゃないかなと思いましたね。安いのに考えられてるなと思いましたね。そんなね、小粒マーク2でね、音楽を聴いてみましょう。 AG の小粒マーク2で音楽を聴いてみました。感想としては癖が少なくてすごい素直な音をしてますね。大体の人は好きになるような感じのイヤホンだなと思いました。とにかくバランスがね、最高でね。低音は出てるんだけど邪魔になんないし、高音もキンキンしてるとかそういうのないんで、結構ね、聞いてて気持ちいいなと思いましたね。それでいて、解像度もめちゃくちゃいいんで、よく1万円以下で、このクオリティ保てるなと思ってね、すごい感心してましたね。小粒マーク2はね、ノイキャンとかそういった機能は一切ないんで、そこがネックになる可能性はありますが、音を聞く以外の機能がいらないという方であれば、気持ちいい音で音楽聴きたい場合は小粒マーク2をね、候補に選んでいいんじゃないかなと思いますね。僕だったらもうファーストチョイスにしとけと言いますね。
コツブマーク2と相性のいい音楽は、まあ、やっぱりね、J-POP だなと思いますね。邦楽のロックでも何でもいいんですけど、日本の音楽が基本的には合うと思います。もちろん、洋楽にも合わないってわけじゃないんですけど、注意点としては、ライブがそこで行われているような迫力のある音という感じではなくて、イヤホンで聞いた気持ちいい音っていう感じなんで、ある程度のところまではすごくいい音では聞けるんですけど、まあ、ジャズとかファンクとかヒップホップとか、ああいうなんかサブウーファーで聞くと低音が持ち上がってきて気持ちよくなるような、そういう音はしないんで、それとは相性悪いとは言わないですけど、ちょっと物足りないかなっていう感じになってくると思いますね。だいたいああいったものっていうのは低音を上げることによって音の躍動感みたいなのが出てくるんで、そこをちょっと求めちゃうと、この AG の小粒マーク2とは相性悪いんじゃないかなと思いますが、まあ、大抵の人はね、聞いてて気持ちいいんじゃないかなと思います。しかもこれが6980円で買えるし、まあ、そのうちどうせね、Amazon のセールとかにかかるんで、もっと安く買える可能性あるんで、もうすごくね、お買い得なイヤホンなんじゃないかなと思いますね。で、いまいちな点、このさっき言ったディープフィット設計っていうのがあって、これ結構ね、耳の奥までグッと入ってくるんですけど、それがね、僕あんま好きじゃないですね。あと撮るときにひっくり返りやすくなっちゃってるんで、ディープフィット設計はあんま好きじゃないかなと思いましたね。逆に言えば気になる点ってその程度ぐらいなんですよ。これもね、ひねり出した感じの、いまいちな点なんで、そんなに気にすることはないと思います。本当に、コツマーク2はね、1万円以下のイヤホンで、気持ちいい音で聞きたいので、これね、おすすめですね。それでは、コツブマーク2の遅延を確認してみましょう。今は、Bluetooth に接続してないので、これ鳴らすと、ここね、この真ん中のところで音が鳴るようになってますね。で、ここから、Bluetooth につなげると、どれぐらいね、遅延するかをね、確認してみましょうね。コツブマーク2を iPhone に接続してみました。iPhone なので、コーデックは AAC になります。じゃあ、やってみましょうか。この辺ですかね。ゲーミングモードじゃないんで、振り切ったぐらいのところで鳴ってるなっていう感じしますね。AAC で接続すると、この辺で鳴ってるのがね、デフォなんで、まあ平均的っちゃ平均的ですね。ゲームとかやる人は、コツブマーク2はやめといた方がいいんじゃないかなと思いました。今回は、AG のコツブマーク2を紹介しました。音の感想のところで言いましたけど、本当にね、癖が少なくて、大多数の人はね、心地よいと感じるイヤホンなんですよね。ネイビー選んじゃったんで、こんな感じになっちゃってますけど、7色あってね、すごくパステルカラーとかもあるんで、結構女性なんかにも人気出るんじゃないかなと思いますね。本当にいいイヤホンだと思います。この AG の親会社のファイナルとすげえなと思いました。こちらのコツブマーク2、超おすすめです。以上です。今回の動画参考になれば幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。